ついにやったか。どう？目標沈黙したけど。もしかしなくてもやべえだろこれ。これはどうなってる。デキレースだったじゃねえか。愚かな大衆は強い人間を受け入れない。怠惰な思考を撒き散らし世界を退化させていく。人間に任せておいては緩やかに破滅するのに、もはや公正などとは生ぬるい。彼らは悪人なわけじゃない。そう、彼らの多くは善良な市民。しかし彼らは目の前の一本道を行くしか能がない。なぜなら悩むことを選択することは苦痛が伴うからだ。道の先が破滅の崖だとしても考えず進むだけ。そんなものは理性なき獣の群れと同じだ。てめえで勝手に理想を押し付けて勝手に失望してるだけだろ。神のくせに思い込み激しいな。人間のためというのなら人間に倒されるのもまた本能では。我は世界を支配し統制する存在。世界の未来は我の采配次第。歯向かう者は天よりの刑罰を下す。桁違いすぎる。こんな奴に勝てるのか。最高の展開じゃねえか。本気出してきた神が相手なんだぜ。これ以上の大物がいるかよ。まったく、いくらなんでも大物すぎるのよ。気合で涙。みんなと一緒ならできる。当然。神を倒して優秀の美化、芸術だな。要はぶっ倒しちゃいいんだよな。まったく最高にバカな連中だぜ。お前たちと組めて我が輩幸せだったよ。我が輩たちの未来、そしてこの世界、取り返してやろうぜ。余裕もなく慈悲もない。我が統制に歯向かう反逆者よ、破滅せよ。こいつ
が全てが勉強だけど、みんながいる。絶対倒す。ベルソナ、これだろ。ベルソナ、いただいていく。ベルソナー、ほらよ。ベルソナ、これで。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が伝えた狂気が破滅を呼ぶのだ。腕がはこれは罰である。なんだこの攻撃、どういう効果か分かるまで色欲に支配されてる。集中して、妄想で動けなくなる。ルッパー、ベルソナー、疾風はダメ、気をつけて。こいつ手強い。疾風はダメ、気をつけて。ベルソナー、くらいな。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた義兄が破滅を呼ぶのだ。また会えた。持ってるのは金か。警戒しろ、何してくるか分かんねえ。死が貴様らを捕らえよう。違う攻撃をしてきやがった。しかもまた滞在ってどういう意味だ。ペルソナー、そい、ペルソナー、よっしゃ。こいつ強敵、火炎はダメだよ。行くぞ。
それです。ベルトだ。私の怒りを思い知る。小賢しい。我は解き放つ暴食の大罪。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた火欲が破滅を呼ぶよ。今度は剣か。あれに切られたらヤバそうだな。断罪する。また今後も今はペルソナ召喚に余計な負担がかかる状態みたいだぞ。よし、ペルソナ。これだろ。今はペルソナ召喚に余計な負担がかかる状態みたいだぞ。ここはこれね。うん、助かった。助かったぜ。さあ行くぞ。断罪し。憤怒の滞在よ。人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた劇場が破滅を呼ぶのだ。今度は本を持ってるぞ。警戒を怠るなよ。刑を与える。
れは人間よ。お前に逃れる術はない。人類が讃えた執着が、これは罰である。クイーンが空腹状態。攻撃力が大きく下がってるよ。よし、目覚めの一発。うん、ありがとう。これで世界の真理なり。こいつ強え。神だって言うなら人間を理想に導けよ。それができないから滅ぼすんだろ。自分の存在を誇示するために。だから監視してたんだろ。大衆の反応が気になって仕方なくてさ。そんなとこだろうな。何百年生きてんのか知らねえけど、極めつけの老害だな。どこにもいるよね、こういうの。たわごと。何これ。見えねえ。そんなにこの世界から消したいの？みんな、世界に見捨てられた汝らに、もはや居場所はいずこにもなし。やられるわけにはいかねえよ。私たちが負けたら世界が立たなきゃ。力が、私ももうここまでなの。統制には一かけらの不足も許されない。やっぱ無理だったのかな。途
中までは面白かったのに。神様と人間だもんね。聞こえるか、大衆の声が。神に背くなんちらを嘲笑っておるな。人間など欲望の塊でしかない。これでは世界など衰えるが道理。神に背いたる罪は重い。罰として永遠の痛みを味わうがよい。させない。希望の芥を集めた従者か。そのような卑小なるもので我が企みを覆せるわけもない。人間の希望だって欲望だ。そいつをなめんなよ。我が輩たち怪盗団は相手が誰だろうと屈しない。たった一人になっても立ち上がり、最後まで戦い抜く。そして絶対、絶対に世界を奪い取る。どうにかしろっつってんだろ。警察だろ。落ち着いて、落ち着いてください。先輩どうなってるんですか。ダメだ。なんだっけ。怪盗団。怪盗団って、確かまだ諦めてないんだ。こんな状況までなんとかできるのか。さすがに無理だよ、こんなの。今まであいつらがなんで体張ってきたと思ってんだ。いい加減目覚ませよ。いつまで逃げてるつもりなんだよ。怪盗団、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 お前も怪盗団に惚れた口か。そうです。ひょっとしてあなたも。まあな。俺らだけじゃねえみてえだ。ここまで来て負けるとかなし、最後までやり遂げて。これでも期待してんだぜ。絶対勝てよ。応援すれば勝つなら、いくらだって応援するし。こんだけ人の心を掴んでんのよ。負けたら承知しない。私には分かります。あなたたちならどんな運命にも抗える。君たちは今まさに変革を起こしている。行け。前を向いて戦い続けるの。私もそう教わったから。あなたたちこそ最後の希望。どうか。お前らのせいで俺まで諦め悪くなっちまったよ。立て、負けんじゃねえ。誰が何と言おうと俺はお前らを信じる。一撃怪盗団。頼んだわよ怪盗団。最後まで私は君たちを信じる。
だろ。お前がバカにしてきた人間の声が、お前の支配なんて誰も望んでないんだ。そうだろ。負けるな。なんで上からなんだよ。でも応援してくれてる。悪い気はしない。まだ夜なし終わってねえぞ。そんなこと消されちゃう。言われるまでもない。消えてなんてやらない。もう遠慮しないって決めたし。いいぞ怪盗だ。世界を創造するのは神だ。我が輩は決めたんだ。守りたいものを守るために正義や信念を貫く。モルガナ、お前たちもそうだぞ。世界を奪い取るって決めたなら最後の最後で曲げるなよ。一緒にあいつを倒そう。神様よ、愚かな人間が祈ってるぜ。この世界にてめえの居場所なんかねえってな。悪神に最後通告してやれ。損ねた。愚かな大衆の祈りなどいくら集まったとて。何？でかっ！こんな巨大な力、まさかペルソナなのか。ありえねえ。なんだあれ。あれも怪盗団の仕業なのか。マジすげえ。いいぞ怪盗団。愚かな。これだから人類は。の王で退治してやるってわけか。トリックスターにふさわしい最高の始末だ。ジョーカー、我がハイラの力と人々の希望。奪え、サタナイル。
許せよ。バカな、人々の願いを奪うのか。なんという力、この我は全ての大衆の願いより生まれた神を超えるか。これが真のトリックスだ。イゴールめ、ざれ言ではなかったか。お宝じゃねえ。なあモナ、世話になったな。モナちゃん、モナ、人間には世界を変える力がある。今はほんの少し忘れてしまっているだけ。はい。お前たちのおかげで役目を果たせた。全部モルガナのおかげだったんだね。憧れの人間の役に立てたんだ。こんなに嬉しいこと他にあるかい？ここももうすぐ消える。帰るとするか。なんだこりゃ。これは雨が止んだ。見て。認知の産物なんだ。自由に作り直せるんだよ。君たちだって誰だって。お前モナちゃん、嘘でしょ。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。希望さえ抱ければ世界は光り輝く。待って、あなたはどうなるの。本当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、それが世界のすべて。だからこそ世界は無限なんだ。
目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。モルガナ、モナないのね。異世界ナビ、メメントスも消えちゃったのね。モナにはもう会えないんだな。大丈夫、分かってて聞いた。何暗くなってんだよ。モナに笑われるっての。そういえば大衆は、改心はできたのか。デート遅れちゃう。クリスマス一人か。よくわからないね。このままだと総理不在で年明けだろう。この国大丈夫か。でも指導はないですよ。黒い噂いろいろありますし。どうなるのかな。うまくいくといいけど。信じましょう。お姉ちゃん約束してくれたんだし。こっから先はケンジさんらの仕事か。異世界に入れないのなら怪盗団もお役御免だな。寂しいね。だから暗くなんなって。せっかくあんなでけえのに勝ったんだろ。そうだな、今は勝利の美酒に酔うべきか。まあうちら高校生だしお酒飲まないけどね。じゃああれする？こういう時全員でやるやつ。ああ、エンジンのこと？みんなで輪になって王ってやつね。悪くないかもな。渋谷のど真ん中で人いっぱいだが。マジかよ、今ここでやんの？なんだいリュウジ、ノリ悪いな。見損なったぞ。今さら何を失うというんだ。一緒にすんな。失うものくらいあるわ、うん、さっさとやんぞ。ほら手出せって。やっぱり目立ってない。早めにやろ。ちょっと小さめの声とかでもいいし。しまんねえな。まあいっか。したらお前号令な。やっぱこういうのはリーダーじゃないとね。リーダーが声出してから全員でおうな。行くぜ、せーの。おなんかちょっとすっきりした。終わったって感じ。そうかもね。よく考えたら緊張の連続だったし、少しはゆっくりできるといいけど。寒っ。雪だ。寒いわけだ。ひょっとしてホワイトクリスマス？まだイブよ。クリスマス、すっかり忘れてた。ともかく今は様子見ね。今日はこのぐらいで解散しましょう。明日ルブラに集まって報告を兼ねた最後の会議ってことで。そうするか。ねえ、じゃあクリスマスだし最後の打ち上げしない？いいなそれ。予定のあるやつまさかいねえよな。じゃあ決定。店を貸し切りにできるようマスターを説得しておいてくれ。頼んだぞ。ではまた明日だな。私総次郎心配だから先帰るぞ。私たちも帰ろうか。